こんにちは、木下ゆうかです。今日はじゃん、キャベツ3玉を使って料理してお送りしたいと思います。適当にやります。私いつも作っとる料理のレシピなんですけど、適当だったり昔本で見た覚えとるやつを参考にして作ったりとか、また本見たりとかですね。で、私がね昔よく見とった本がこれです。ケンタロウさんの絶品おかず、料理研究家のケンタロウさんの本よう見てました。で、ケンタロウさんのね料理がね簡単で私好みなものが多いんですよ。だから結構もう10年近く前ぐらいに買って、10年近く前かな、これだって2000、あ、だって第1が2003年だもん。そうだね、10年ぐらい前に買ってるね。10年ぐらい前に買って、それでずっとこの本を使いよったんだけど、去年ぐらいまた買って、すごいですよね。それってずっと表紙も一緒ですよ、昔から。まあそれはいいとして、今日のキャベツの料理もこの本に載っとったキャベツのお漬物っていうレシピを参考に作ろうかなと思ってます。外の葉は捨てますね。キャベツ3玉ってね、あんまり見当がついてないんですよね。どれぐらいの大きさになるかなっていうのがちょっと不安です。まあでも、こんな、はい、3センチぐらいの角切りにします。こんな感じでちぎってもいいと思います。3センチぐらいになれば OK です。1玉までちょっとこれぐらいになっちゃいました。塩を振ってキャベツをしんなりさせます。キャベツ1玉に対して塩は小さじ2杯ぐらい入れてください。ちょっとなじませておきましょう。しんなりするとねちょっと量が減るんで、この器に盛れるんじゃないかなって思ってます。信じてます、私。じゃあ2個目ですね。キャベツの量がこれとこれとこれぐらいになりました。とりあえず塩を振ってあるのでしんなりすると思います。キャベツにつけるタレを作ります。ごま油を大さじ12、水を大さじ12、赤味噌を大さじ6、みりんを小さじ12、醤油を小さじ12、そしてこれを混ぜ合わせておきます。味噌を少量の調味料で溶いとった方が良かったかもしれないですね。まあしょうがないです。これは私の食事用のお皿なんで一旦洗いました。で、ここに水気をギュッと絞って乗せていきます。ギュッて絞って乗せてくださいね。ちょっとこのお皿に全部漏れそうにないので、一旦ここでさっきのタレと一旦和えます。半分ぐらいを和えます。あ、キャベツがめっちゃしんなりしてます。残りも加えていきます。これ全部入りました。で、さっきのソースを全部かけます。タレね、和えます。じゃーん、できました。キャベツ3玉を使ったキャベツのお味噌のお漬物です。じゃあ重さを測ってみます。 3.7kg なんで 2.8kg ですね。お味噌汁を用意しました。 2.8kg のキャベツのお漬物と 500g のお味噌汁です。おにぎりが食べたかったですね。でもご飯がないに我慢します。いただきます。私もキャベツ3玉を一気に食べるって初めてかもしれないです。しかもお漬物っていうねこれ実はお漬物のレシピなんですよね。キャベツが結構ねしんなりしとうけど、ちょっとシャキシャキしとって、お味噌とごま油の味がいいですね。キャベツが大量です。私はね普段いつもジャンキーなものとかを大食いばっかりするから、なんかコメントとかでたまには体にいいものを食べてくださいっていうね優しいコメントとかが来るんで、今日はキャベツを大食いしてみます。でもね結局ね意外と日本食って塩分めっちゃ高いんですよ。だから体にいいとはね思えない。まあ何でもこんな大量で食べればもう体にいいとかそういう次元じゃないのかなって思いますけどね。私はあ、めっちゃしんなりしてますね。キャベツに甘みがあって味の濃いタレと絡んどっていいですね。
ご飯あったらご飯めっちゃ進むと思う。でキャベツも大量に食べれますこれ。でこのままでも十分美味しいけどマヨネーズをかけてみます。美味しそう。マヨネーズになって美味しいです。ごちそうさまです。ちょっとね取れんかったやつとあとタレがねめっちゃ残ってるけど、ちょっとさすがにこのタレは味が濃いすぎるんで食べないです。もう一回ちょっと重さ測ってみようかな。このタレを残しとるけ食べとる量が違いますよね。あーゼロゼロキロ。これね軽すぎると重さが測れないんですよ。ちょっと今回測定重さがちょっとよく分かんなかったですね。キャベツ3つの重さにしとこうかな。いやでもあれも水絞っとるけな。キャベツがねたくさん食べられるんでいいと思います。ぜひぜひ皆さんも簡単なんで作ってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。